ボーニータはアメリカ海軍の潜水艦。バラクーダ級潜水艦の一隻であり、V ボートの一つ。艦名はカツオやハガツオなどのサバカ大型魚を表すスペイン語にちなんで命名された。ウオナは男性名詞ボニートだが、艦名は女性名詞化している。その名を持つ艦としては3隻目。当初の艦名は V-3 であった。カツオ大西洋ハガツオ V-3 は、 メイシュー・キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1925年6月9日に、エルアルデスタイガー夫人によって、命名、浸水し、1926年5月22日に、艦長チャールズ・ A ・ロックウッド・ジュニア少佐の指揮下、収益する。収益後は、第20潜水艦部隊に配属され、V-3 は1927年11月まで、 東海岸沿い、カリブ海で活動していたが、V-3 は、所属部隊と共に、太平洋に配属され、1927年12月17日に、カリフォルニア州サンディエゴに到着した。第20潜水艦隊及び、第12潜水艦隊で、太平洋岸沿い、ハワイ沖で活動した後 V-3 は、第15潜水艦隊に転属となり、 1932年6月1日にメアアイランド海軍造船所で予備役となる。V-3 は1931年3月9日にボニータと改名され、7月1日に SS-165 へ艦首変更される。ボニータは1933年9月に第12潜水艦隊に再び合流し、1936年までカリブ海。 西海岸及びハワイ水域で巡航を行った。1937年1月20日にサンディエゴを出港し、2月18日にフィラデルフィア海軍造船所に到着した。ボニータは1937年6月4日にフィラデルフィアで予備役となる。ボニータは1940年9月5日に最終駅し、11月17日にパナマのココソロに向けて、 コネチカット州ニューロンドンを出港する。その後はパナマから太平洋にかけて紹介を行い、1942年10月にオーバーホールのためフィラデルフィアへ帰還する。1943年半ばまでメイン州沖合を巡航した後、第一潜水船体第13潜水艦部隊に配属され、ニューロンドン沖で訓練任務に従事する。 同任務に1945年2月まで従事し、1945年2月17日にフィラデルフィア海軍造船所に到着したボニータは3月3日に退役し、1945年10月28日に売却された。ありがとうございます。